さあ、まずはね、やっぱり挨拶が大事なんだけど、エモートができねえ。よーし。賑やかしもいます。だって、ハッキュウィングガン持ってる人いるんだけど、ちょっと待って。ダメだ。ダメでしょ、こいつらは。始まるかな？始まった。おー、痛い。おー。スタロンが強いね。おー、いい勝負だ。お、いいよいいよ。おー、よく見たら初期カリバーだ。フットさん。おー、強っ。スラムアタックが強いな。お前を殺す。場外乱闘やめてください。痛い。お、いいよ。おー、さすがコンクレ経験者。やるねー。さあ、では第2試合。お、レーサーさんと俺だ。ネジャプラ勝負じゃない、これは。さあ、まずはね、やっぱり挨拶が大事なんだけど、エモートができねえ。お、どっちもマークワンパリスだ。さあ、おらい、いった、ね、やばい、近接できてる。アビリティもしかして使えるか、これ。使えた。ちゃんとアビリティは使えるっぽい。いってぇ。いい。お。やべ、弾切れた。お、ほいほい。よいしょ。ほら。負けそう。強いねー。てか弾が切れちゃう、マジで。引き分け、あ、そういうのもあるのね。引き分けなんだ。はあ、ははあ、てかやばい、体力全然ないんですけど、ちょっと、こっからスタート、マジ。よいしょ。強い。来た。うん、よーし。危ねー。さあ、第2ラウンド。てか、体力回復しないのマジできついんですけど。ここからスタート、マジ？よし、いいダメージ入ってるよ。おい。やばい。相手の体力は分かんないから、なんか緊張感あるな、これ。ほら。お、やばい、あと10秒しかない。痛い。おー、また引き分けか。あー、なるほどね。こうなるんだ。ちょっと待って、俺、くっそハンデあるんだけど。だって、ヘルス9しかないんですけど、僕。またバグってるよ。じゃあ次が、ミギットさんと、クロムさん。おー。そうね。みんなやばいやん。引き分けになったらそんな感じになるのか。
るほどね。回復してくれねえんだ。そしたらこれ誰か、なんか、トリニティとかできて、回復できるような形にした方がいいかもしれんな。ギア置ける？もしかして。あ、これギア置けるじゃん。じゃあこれで回復できんじゃない？そうな。俺、ヘルスギア忘れちゃった俺。ヘルスギアある人は、置いたらいいのか？ちょっと、レーサーさん、ヘルスギア持ってたりする？ただこれあれか、ここで回復したらあれか、向こうにも影響あるか。おー、そうなの。あ、ヘルス回復したわ。あったー、あたすー、フットさん。これどうなんだろう、中の人も影響されんのかな。多くない、 なんか多くない、多くない。おー、いやでもこれはなんかちゃんとした試合っぽくていいね。なんかコンクレとかとまた違って。さあ、では、第4試合は、フットさんとレーサーさんです。いってらっしゃい。それか、弾なくなったら弾薬ギアだけ置いてやるのはありかもしれん。で、このメカ置けるかな。ダメでした。グリフ、グリフ置いたりやべえの持ってやべえの持ってんだけどこれで戦えんのかな、もしかして。さすがにやばくない。おお、アビリティも使えます。おお、いい勝負だ。麻酔銃持ってる。あ、でも撃てねえな。ダメか。引き分け。あ、でもいい試合だよ。こちらは。お、来た。チャンスチャンスチャンス。けいけいけ。おー。さあ、ラストラウンドやね。さあ、始まります。お、まず3番使ってスタート。いいね。なんか、戦略性が出てきたんだけど。あ、でもこれ、マーク1武器限定は意外といいバランスかもしれないぞ、これ。これでさ、範囲攻撃はどうなるかってちょっと知りたいよな。ネジャ4番とか、がっつり範囲攻撃だし。いいね。3番ついてたらやっぱりダメージカット入るんかな、これ。グルームで遅くなったらもう最強だと思うけどな。どうなんだろう、コンクレにグレームとかないからな、そもそも。そこがどういう風に反映されるのかはちょっと、弾薬ギアだけ置くか。おー、引き分け。レーサーさんの勝利。じゃあ1個飛ばしでいこう。フロムさんとレーサーさんでいこう。いってらっしゃい。あ、賑やかしもいます。だって、ハークウィングガン持ってる人いるんだけど、ちょっと、こっちでハークウィングガン出したら向こうにも影響するんだけど。いろいろカオスだな。強すぎる。アークウィングガン強すぎでしょ。はい、マーク1武器だけですよ。ちょっと待って。ダメだ。ダメでしょ、こいつらは。ダメだよ、ダメダメダメ。
本当にダメなやつが来た。やば。やばすぎる。もう、こいつらが中入れよ、もう。あー、面白かった。このくらいにしときましょうか。ね。はい。解散。